and get your hand off my hips and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that?へいらっしゃい。何気に久しぶりの DF1 だね。実はうプ主には最近ちょっとした悩みがあってね。戦闘機とか戦車の解説もしてほしいって要望があったから、頑張って動画撮ろうとしてるんだけど、あまりにも下手くそすぎて、1キルもできないまま3分くらいでやられちゃうんだよね。なんかもう、頑張ればいける。って手応えすらないんだよ。このゲームこんなに難しかったっけ？まあそれはとりあえず置いておいて。今回紹介する銃は、12秒間永遠の憧れ、モーゼルミリタリー、C96 ピストル、ルガー P08 と並んでウプ主が世界で一番かっこいいと思ってるハンドガンだよ。12秒でも声出したいってアニメのヒロインのリッカが持ってる銃だね。かっこいい。厳密に言うと、リッカの持ってるのは C96 のバリエーションの一つである、シュネルフォイヤー M712 ってやつで、フルオートで撃てるマシンピストルなんだけど、形は一緒だからまあ同じ銃ってことでいいよね。ちなみにね、モーゼルって呼び方は古い呼び方で、今はマウザーって呼び方が一般的なんだよ。この銃は1896年にモーゼル社が生産した、世界で初めての実用的セミオートピストルだと言われているんだ。最大の特徴は、なんといってもこのトリガーの前にマガジンハウジングがついている独特の形だよね。グリップの形も独特で、その形状からこの銃はブルームハンドルっていう愛称で呼ばれてもいるんだよ。それにしても、ドイツ語のかっこよさは異常。砲機の塚がなんでブルームハンドルっていう言い方になっちゃうの。なんかいちいちスタイリッシュだよね。C96 は1896年から1937年までの間で約100万丁が製造されて、ヨーロッパだけでなく、アジアでも広く使われていて、日本でも模式大型拳銃って名前で純正式装備として採用されてたんだよ。ただ、実は肝心のドイツ軍は C96 を正式採用していなかったんだ。モーゼル社は当初、ドイツ軍が正式採用してくれるだろうと思ってこの銃を開発したんだけど、ドイツ軍はコストと大量生産に向かないという理由で、C96 に興味を示さなかったんだ。これはモーゼル社にとって計算外だったらしいけど、幸いなことに、後にドイツの同盟国になるオスマン帝国軍が代わりに正式装備として採用してくれたんだ。ドイツのイメージが強いけど、最初はオスマン帝国の正式装備だったんだよ。モーゼル社とオスマン帝国との間で1897年に売買契約が結ばれて、オスマン軍に C96 は供給されるんだけど、オスマン軍に供給された C96 には、1314って刻印が入っていて、1897オスマンモーゼルって呼ばれたんだ。この1314っていうのはイスラム年のことだよ。この銃はドイツやオスマン帝国の他にも、ロシアやイギリスなんかでも販売されたんだけど、値段が他の拳銃に比べて倍近くすることや、その斬新なデザインで、C96 を所持することは兵士たちの間で一種のステータスになっていくんだ。特にイギリスでは C96 は大人気で、多くの大英帝国軍将校が C96 を持っていたんだ。そしてその中には、後にイギリス首相になるウィンストン・チャーチルもいたんだよ。そういえば、DF1 の C96 のコーデックスにチャーチルのことが書かれているけど、あれは実は正確でないというか、諸説あってね、チャーチルは1899年に起きた第二次ボア戦争で、ジャーナリストとして従軍していたんだけど、この時、チャーチルの乗っていた列車が敵軍の攻撃で脱線してしまい、その混乱で愛銃だった C96 をなくしてしまうんだ。そのせいでチャーチルは反撃できずに敵兵に捕まってしまうんだけど、その後、チャーチルは銃殺寸前で捕虜収容所から脱走して、一躍時の人になり、これがきっかけで政界進出できたんだ。コーデックスには C96 のおかげで助かったってなってるけど、C96 を落としたおかげで当選できたって書かれている資料もあるんだ。これはね、ミリタリー系の資料にはよくあることでね、翻訳した時なんかに微妙にニュアンスが違ってたり、国や著者によって見解が違ったりするから、100% 正確な資料っていうのはないんだよ。だから、ウプ主が何か間違っていてもあんまり気にしちゃいけないよ。よくあること、よくあること。さて、同じ C96 を使用していたチャーチルとオスマン軍なんだけど、実は第一次世界大戦で衝突してたりします。その戦いは、1915年に起こったダーダネルス戦役。英仏連合軍は西部戦線でドイツ軍と完全に膠着状態になっていたんだけど、1915年初めにオスマン帝国がドイツの同盟国に加わり、英仏は一気に戦況が苦しくなるんだ。そこでこの事態を打破するために、当時英国海軍大臣だったチャーチルは、ダーダネルス海峡にあったオスマン帝国要塞を撃破して、オスマン帝国の首都コンスタンティノープルを制圧するっていう作戦を立てるんだ。そして1915年2月19日、作戦は決行。当時大英帝国最強の戦艦、クイーンエリザベス含む14隻の主力艦隊が、オスマン帝国要塞に対し攻撃を開始。この戦いは当初、圧倒的に英仏軍有利だと思われていたんだけど、ダーダネルス海峡に英仏軍の戦艦が突入すると、機雷であっという間に3隻やられちゃうんだ。敗北ミス。その後、英仏軍は機雷の総海にもたついてしまい、オスマン軍に停滞反撃を受け撤退。ボンミスにボンミスが重なっちゃったんだね。そして英仏軍は海がダメなら今度は陸だ。ってことで、人類史上初となる、強襲揚陸艦リバークライドを使った上陸作戦を決行。だけどこの作戦もまた、人員をうまく下ろせなかったっていうボンミスで失敗。
この作戦に参加したロイヤルハンプシャー連隊と、ロイヤルマンスターフユージリア連隊の総勢200人の兵士は、重機関銃でほぼ一掃されて、生きてオスマン帝国要塞のアルガリポリ半島にたどり着けたのは、たった21人だけだったらしい。まさに血の海だね。ただ、それでもエイプ軍はオスマン軍に数で勝っていて、さらにこの上陸作戦から参戦した、オーストラリアニュージーランド軍、通称アンザック軍の力もあって、徐々にオスマン軍を追い詰めていくんだけど、運が悪かったというか、この時のオスマン軍には英雄がいたんだ。その英雄の名前は、ムスタファー・ケマル。当時、オスマン軍第19師団長で、後に近代トルコの父と呼ばれ、トルコ国初代大統領になるトルコの英雄だよ。ケマルは、追い詰められて士気が低下していくオスマン兵たちに、我々の仕事は死ぬことだ。我々が死ぬまで時間を稼げば、仲間が我々の意志を継いでくれる。そう言って敵を飛ばし、崩れかけていたオスマン軍を立て直したんだ。熱いね。熱い展開だね。アニメなら挿入歌が流れるシーンだね。しかもケマルは口では死ぬことが仕事なんて言ったけど、エイプ軍とアンザック軍の連動不足と隙を見逃さず、卓越したリーダーシップと指揮能力で、最終的には反撃、撃破してしまうんだ。熱いね。熱すぎる展開だね。やっぱり英雄って呼ばれる人たちっていうのは何か不思議な力を持ってるよね。このケマルの活躍で、短期決戦のつもりで戦いに臨んでいたのに、エイプ軍は予想外の大打撃を受けてしまい、ダーダネルス海峡の戦いは完全に膠着状態になり、1916年にエイプ軍は撤退、まさかの敗戦となってしまいました。C96 つながりの戦いはオスマン軍の勝利。この作戦の失敗でチャーチルは政治的に追い詰められてしまい、しばらくの間表舞台から姿を消してしまうんだ。だけど30年後、チャーチルもまた英雄として再び表舞台に帰ってくるんだけど、それはまた機会があったら違う動画で。それでは今回の動画いかがでしたでしょうか。奇跡的にこの動画にたどり着いた方、アドバイス、感想などお待ちしております。チャンネル登録なんかしてくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。